本当にちっちゃい家でも、10万円とかするんですよ。じゃあ10万円。本当にするの。ああ、それ大変、私を。ずっかたらまでベッドで住んでいますから。ウエスカフィビー。みんちゃんだ、周平。みんちゃんだ、周平。Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về sự thay đổi của cuộc sống của anh Ishikawa sau khi mà đến Việt Nam nhé. はい、そうですね。僕、ベトナムに来てちょうど今1年ぐらい経ったんですけど、まあ、日本とね、ベトナムで生活いろいろ違うところがあるので、今日は5つピックアップしてお伝えしたいなと思います。Đúng rồi, và bây giờ chúng ta cùng nghe những cái sự thay đổi của anh sau khi đến Việt Nam nhé. Cũng có 5 điều đó nha, hãy cùng đón xem. Hãy...まずは何でしょうか。一つ目は、家の広さが全然変わったんですよね。僕日本にいる時って東京、日本の首都ねに住んでたんですけど、東京って家賃がめちゃくちゃ高いんですよ。そうですね。本当にちっちゃい家でも10万円とかするんですよ。じゃあ10万円。本当にするの。めっちゃ高いの。だから日本で大学卒業して働くじゃん、はい、お給料もらうんだけど、お給料の半分以上がもう全部家賃になっちゃったりするのよね。それは大変ですね。そうそうそう、すごい大変なの。だから僕とかもすごいちっちゃい家とかに住むんだけど、こっちの方が家賃安いでしょ。ベトナムの方が。ですわ、外国人の出して出すのが、出すですけど、俺もベトナム人で。違う、東京と比べたらね、はいはい、東京とベトナムを比べたら、はい、ベトナムが安いじゃん。そうですね。そう、はい、だからなんかね、こう気持ち的には、うん、東京にいる時より広い家にちょっと住めるのよ。ああ、そうですか。だから、ね、それも結構変わったところかな。それは人中いいと思いますけど、でもいくらですか、ちょっといくら聞いてみますけど、僕のところはいくらかな、いくらかな、ちょっとすぐ思い出せないですね。次は何でしょうか。はい、次2つ目は、これもちょっと家に関連するんだけど、お掃除の人とかメイドの人がね、ついてるサービスアパートみたいなあるじゃないですか、うん、そう今それに住んでるんですけど、日本って、ね、あんまりそういうマンションとかないんですよ。でもベトナムは、まあ、外国人の人が多いのかな。でも、うん、外国人が住むところってそういうね、お掃除してくれる人ついてるところもあるじゃないですか。それね、すごい生活変わったね。お掃除とか洗濯とかね、やってくれるじゃないですか。本当に楽だし、本当にありがたい。それはベトナムに行けたらいいでしょうね。そう、しかも結構丁寧にね、掃除とか、ね、やってくれるからさ、うん、はい、嬉しいね。いいっすね、私が欲しいな。次は何でしょうか。はい、次、3つ目はお仕事する時間、出勤時間の違いなんですよ。で、日本の会社って、朝の9時から、夜の6時までかな、の会社が多くて、最近は10時からとか11時から仕事するところが増えてるんですよ。おお、いいな。遅いでしょ。そう、すごい遅いですけど、ベトナムにはほとんどは8時からとかね、8時半とかでしょ、うん、そうで、これなんでかなって考えたんですけど、はい、日本ってね、終わる時間も遅いんですよ。だから6時とか7時に終わるじゃないですか、うん、そうですね。だから家に帰ったら電車で帰るとなんかもう夜の8時とか9時とかになるんですよね。でもベトナムの人って家族でみんなでご飯食べたりとか、やっぱそういう時間大事にするから、だからベトナムね、早く始まって早く終わるのかなって思うんですよね。日本人はあんまり家族で料理作ったりとか、一緒に過ごすことはないんだろうね。でもそれは独身に対してですね。独身で家族の人はどうでしょうか。でも家族いてもね、お父さんは、旦那さんとかお父さんは帰ってくるのが遅くて、はい、一緒にご飯食べれない人も多いよ。あ、そうですか、うん、でも日本人にはなんか、終わったら、飲み会によく行く。飲み会行くから
だから一緒にご飯食べれない人多いんじゃないかな、はい、うん、よくないねベトナムの方が多分家族としてはすごいいいと思う。あ、そうです、西川さんは、終わったら飲みに行きますか。終わったら飲みに行くこと多いですね次はどうぞ。はい、次4つ目は通勤の仕方、お仕事に行く時の移動の仕方で、日本にいる時は僕電車で通勤することが多かったんですけど、ベトナムってまあみんなバイクじゃないですか、これすごい大きな違いで、日本の方が疲れる。なんでかっていうと、あの人がもう東京とか人がすごい多いし、そうですね、だから混んでるし、なんかもうね、出勤するだけで会社に行くだけでめっちゃ疲れるんですよ、でもベトナムって、まあ、バイクは多いけど、はい、まあね、運転ちょっと怖いかもしれないけど、でもまあそんなね満員電車じゃないから、はい、そこはすごい楽だし、あと駅から歩くとかないでしょ。そうそれすごい楽、その場所までバイクですじゃんそうですか。でも家でバイク乗るでしょ、はい、で会社までバイクで行く、そうそうそう。でも日本だと家から駅まで歩いて電車に乗ってそこからまた歩いて、そうです、そこ大変やね大きな違いですね。ああそうですね、最後、最後ですね、はい、はい、最後5個目は、あの今の時期なんですけど、やっぱコロナはね全然違うんですよ。自分はすごく安全ですね。そう、すごい安全、安全だからやっぱり友達とご飯とかも行きやすいし、まあ、人にも会いやすいけど、日本だと今すごい流行ってるから、まあ、友達とねご飯行くのもちょっと行けなかったりとか、そうですか、家族に会う時も、おじいちゃんおばあちゃんに会う時もやっぱりちょっとね、会わない方がいいかなってなるから、みんな会えない、ね、じゃん、そこは本当全然違う、そうですと大変だと思いますけど、そうですね、僕の家族もそのおじいちゃんとかおばあちゃんに会うの会いたいけど、今会ってもし移っちゃったら良くないから、そうですね、ずっと会えない、そう、はあ、それ大変、私を続かったらまでベトナム住んでいますからそうね、ベトナム人の人はね、今、まあ、コロナがほぼないから、はい、ふるさとに帰ったりとか、はい、そうですね、家族に会ったりできるじゃないですか、そこね、すごく、まあ、ベトナムはちゃんとね、対策をしてきて、素晴らしい対応したからいいですね。なんかいつも、マックスを使っている、いいですね、はい、いいですね、はい、それは、後手ですか。ここChúng ta vừa mới được cả nghe anh Nishikawa đã trải nghiệm về sự thay đổi của bản thân trong thời gian mình sống tại Việt Nam, cũng có 5 điều. Thì các bạn thấy thế nào? Nếu có điều gì cần thắc mắc hay có vấn đề cần hỏi anh Nishikawa thì hãy comment xuống bên dưới và hãy subscribe kênh của chúng mình nhé. Chào nè, cảm ơn các bạn.